何千万年もの昔、自然の力が2つの巨大な物体を地球上を変化させ、何千もの種の生死を決める衝突不可避な軌道に乗せました。この自然の力はプレートテクトニクスによるもので、2つの物体は南北アメリカ大陸です。両大陸のせめぎ合いは1年あたりわずか 2.5 センチの移動であったのにもかかわらず、事実この衝突は地球史上で最大級の種の移住を起こし、生物学的に大きな波紋をもたらしました。アメリカ大陸間大交差です。この話は6500万年前、哺乳類時代の初期に遡ります。その頃、現在の南北アメリカ大陸は太平洋と大西洋にまたがる海峡で隔てられていました。この時代の南アメリカには小型自動車と同じくらいの大きさで鎧をまとったグリプトドンや、体重が1トン以上ある巨大な地上性ナマケモノ、フクロネズミ、猿や肉食の協調類が住んでいました。北アメリカにも馬、熊やケンシコなどの固有の動物が住んでいました。2000万年以上をかけたパラロンプレートとカリブプレートの移動が北アメリカにつながる半島である中央アメリカ火山湖を生み出し、南北アメリカはとても細い回路で隔てられるようになりました。これらのプレートは太平洋の海底よりもはるか深い地球のマグマ層に乗り続け、カリブプレートは東に動き、およそ1500万年前についに南アメリカは中央アメリカ火山湖と衝突したのです。太平洋とカリブ海の間の回路は徐々に狭まり、南北アメリカをつなげる陸橋を生み出しました。地球上の生物は2つの大陸を往来できるようになりました。化石の記録によれば、数度にわたる種の拡散の波が訪れたことは明らかです。物理的には動かない植物でさえ、風や波により広まることができます。最初に植物と何種類かの鳥が移住しました。淡水の魚がこれに続き、そして両生類、最後に何種類もの哺乳類が陸橋を横断するようになりました。南アメリカからは地上性ナマケモノやグリプトドンなどが北アメリカに広く分布しました。さらには多くの南アメリカの熱帯性の哺乳類、例えば猿やコウモリが中央アメリカの森に住み始め、今でも繁栄しています。南アメリカの肉食有袋類は300万年前に絶滅しました。猫やクマやキツネなどの北アメリカの肉食動物が南に移住し、残された生態的地位を奪いました。馬、リャマ、バク、ピューマ、ケンシコやゴンフォテリウム、後に人間なども陸橋を渡って南に移動しました。しかし地上で起こったのは話の半分に過ぎません。かつて一つの海だったものが2つに分かれたので、水温や塩分濃度に違いが生まれました。地球は多くの海洋生物、軟体動物、甲殻類、有孔虫、外交動物や魚などの移動を妨げ、多くの海洋生物の集団を分離してしまいました。また熱塩循環が生まれました。地球規模の水のコンベアベルトで暖かい海水を大西洋全体に届け、北アメリカの東岸やヨーロッパの西岸、その他さまざまな場所の気候に影響を与えるものです。南北アメリカ大陸の衝突が世界に与えた影響の全てをたどることは大変な困難を伴います。しかしアメリカ大陸間大交差のさざ波が地球上の生物の歴史、そして人類の歴史に影響を及ぼしたことは間違いありません。もしこれら生物が絶滅していなかったら、中央アメリカに猿がいなかったら、または南アメリカにジャガーがいなかったら、もし熱塩循環がなかったら、北米の東岸がずっと寒かったとしたら、これらの問いは地球上で最も大きな変化のいくつかは一瞬のうちに爆発的に起こったものではなく、ゆっくりと不可逆的に起きたものであると示しています。私たちは歴史の産物なのです。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方は登録をクリック。毎週新たな学びとの出会いがあります。